はいどうも皆さんこんにちは、江戸セポネです。今回も船券予想に役立つ協定上の特徴のご紹介をしていきたいと思います。第4回目は東京都にあります平和島協定上となっております。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では今回も動画を見終わった後に平和島に詳しい方、または平和島がホームプールだという方がいましたら、ぜひコメント欄で平和島の特徴を書いていってください。一番ためになったっていうコメントは僕らの方で一番上に固定させてもらいます。はい、では今回も平和島の特徴をですね、3つに分けてご紹介していきます。まず1つ目は、全国トップクラスで1コースが弱いです。この1コースが弱い理由は前回前々回でご紹介した戸田や江戸川の特徴とちょっと似てるんですけど、1マークが狭いんですよね。なので、結構ごちゃつく、曲がると結構窮屈といった理由でインがすごく逃げづらいんですよ。でそのせいもあってか4コースから6コースまでの連帯率も全国トップクラスの水面となっています。あとはここは差し水面としても有名で、1マークを曲がった後のバックストレッチで先に走ってる手が絞れないというルールがあります。これは事故防止のための規定としてあるので、刺した手が内側からこうバーって伸びてきやすいっていうのも大きな特徴としてあります。で、やっぱりここも江戸川同様に予想がかなり難しいというのもあるため、満州の出現率が全国でも1位となっています。これは調べる年度によって、多少ね、1位になったり2位になったりっていうふうに、前後するかもしれませんけど、満州が全国24条でもトップクラスに出やすいっていうのは間違いないです。では2つ目の特徴ですね。2つ目の特徴は水面の変化です。平和島は海水を使っているので、東京湾からの潮がこう入ってくるんですね。で、満潮と干潮が1日に2回ずつ入れ替わる状となっています。満潮はスロー、干潮はダッシュが有利とされているんですが、強い風も結構吹いているので、ここも予想する際のキーポイントになります。一般的に無風なら1から3コースが有利、向かい風なら3から6コースが有利、追い風なら1から2コースが有利とされており、特に2コースの差しが決まりやすいのですが、強風がね、5メートル以上だと2コースでも結構バーって流れちゃうので、3から4コースが有利になることも多々あります。はい、では3つ目の特徴はモーターです。実は平和島のオフィシャルウェブサイトには細かい展示タイムが掲示されており、全件タイム、2連対率の他にこのモーターが何回輸出して優勝したモーターか、また前節、2節前、3節前は誰がこのモーターを使って順位はどうだったかという、本当にもう細かい情報が見れるんですよね。なのでこれを見ない手はないです。あと平和島のモーター変更があるのは6月なので、7月8月あたりはモーター情報は参考程度に見ておいてくださいということですね。はい、今回はちょっとあっさりめな内容となっているんですが、平和島に詳しい皆さん、または平和島がホームプールという方、ぜひコメント欄に僕が動画でご紹介していない内容とか、補足情報とかありましたらぜひぜひ書いていってください。もちろんグルメ情報でも全然 OK です。今後のね、ボートレース人口を増やす上でも皆さんのお力添えをよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回5番目の協定上多摩川でお会いしましょう。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。